こんにちは、畑中陽子です。本日は4月26日水曜日です。前回の Vlog アップからちょっと時間が経ってしまいましたけれども、今また、新曲の制作に入っておりまして、なかなか時間が取れません。ゆるゆるやっていきますのでよろしくお願いいたします。この動画は4月18日に撮ったものです。八丈島、私の生まれ故郷の八丈島の映像です。こちらは役場ですね。まずは山下智成町長にご挨拶です。町長ほか、観光協会フィルムコミッショナーにですねご挨拶に伺いましたら、今回の名探偵コナンの映画黒金のサブマリンの舞台が八丈島ということでびっくりしました。こちらは八丈富士にあるふれあい牧場です。先に見えるのが八丈島のダイヤモンドヘッドですね。なぜ八丈島かというとですね、今回の新曲が、八丈島にちなんだ楽曲を作っているので、そのロケ班にですね、八丈島に一日行ってまいりました。今回の MV はですね、八丈島にある焼酎の蔵元、4つあるんですけれども、皆さんにご協力いただけるということでですね、代表として、八丈後発の小宮山善雄さんにご挨拶に伺ってきました。島太鼓があったので叩かせていただきましたけれども、私下手すぎて笑いました。小学校の時に習ってたんですけどね。長友ロード、 J リーガーの長友佑都さんがランニングで走られる道に名前が付けられました。写真右手に見えている道路ではなくて、左側にあるのが長友ロード。すっごい坂道ですから、皆さんぜひ見にいらしてください。大片浦園地、右手に見えてくるのが八丈小島です。そしてロケ班お昼の休憩は、島寿司が大変美味しい銀八さんで島寿司です。島寿司は漬けで、わさびではなくてからしなんですね。皆さん八丈に行った時にはぜひこの島寿司召し上がってください。次に会いに伺ったのは八丈初の J リーガー奥山武蔵さん。現在は現役を引退して、お父様の八丈島酒造を継ぐために修行中です。八丈島で私のことを一番応援してくださっている正雄さんと、登両峠、こちらは八丈三原山からですね見た島です。奥に見えるのが八丈小島、手前の山が八丈富士です。はい、こちらは私の母方の実家ですね。祖母のために父が建ててくれた家なんですけれども、祖母が亡くなり母が亡くなり、私たち姉妹が、権利を持っていたんですけれども、義理の弟が妹のために、この家を買い上げてくれましてですね、リフォームいたしました。今後民泊で貸し出すそうです。サンオーシャン八丈島、どうぞ、検索していただいてですねご利用いただければと思います。ロケ班終わってもう私なんかはヘロヘロになって糖分補給に走りました。浅沼スーパーのお茶屋さん、ソフトクリーム美味しかった。日帰りロケ班、羽田空港で3人でおそばを食べました。
3人とも無言。はい、この映像は本日4月26日の映像です。もうアジサイの季節ですね。ほんと早いですね。それに今日はとっても寒かったです。はい、今回のですね、日帰りロケハンは MV 監督と作曲家の方と3人で行ってきました。日帰りだったのでなかなか行けないところもありましたけれどもね、良いロケハンができたと思っております。あと八丈島の方々も大変協力的でありがたいです。はい、ということでですね、本当は、45周年ヤンウェイで終わりにしようと思ってたんですけれども、まあ、いろいろな方から、いろいろなことをお声掛けいただいたのと、それと3月に、まあ、緑内障で手術をして1週間入院した時にですね、このまま入院して、外に出られないってこともあり得るのかななんて考えてしまって、やっぱり今やりたいと思っていること、やり残していることを、全てやり尽くしてしまおうと、体の動くうちに、まずは今、作っている楽曲をしっかり仕上げまして、来年のソロデビュー45周年まではやりたいことがあるんですね。そこまでどうにか突っ走ってみたいと思います。この Vlog 1ヶ月に1回ぐらいの更新になってしまうと思いますけれども、楽しみに待っていただけると嬉しいです。ということで、じゃ、またね。